こちらですね、衣装協力ミッシュマッシュさんからのご提供となっております。今日はワンピーススタイルですね。はい、エコフローさんの時にこう全身皆さんにねご覧いただいたんですけれども、グッてデルタシリーズが引っ張る時に歩きやすいワンピースだっていうことがあそこで証明されましたね。はい、歩幅大きくてもしっかり歩きやすい秋色の、そうですね、秋のコアラ色。このね、なんて言うんでしょう、ちょっとくすみブラウンっていうのかな、柔らかい淡い色合い、私大好きなんですけれども、秋らしいお色のワンピースとなっております。袖がね、パフスリーブといってふわっとなっているのがとても女性らしくて可愛らしいですね。でもう一つポイントがこの襟元なんですけれども、ちょっとねアクセントになってるんですよ。このラインがあって、ここをこう抜け感があることでとても女性らしい、うん、ワンピースですよね。はい、腰のベルトもウエストアップがかなって嬉しいです。この腰のあたりにほわっと形も綺麗なので、例えばこれからはちょっと朝晩ね涼しくなってきたら、この上にジャケットを羽織って歩くのも可愛いかなと思います。そう、これだったらまあ濃いめのネイビーとか黒いジャケット、ライダースとかも羽織ったら可愛いかもしれないですね。甘辛ミックスとかでね。はい、あ、皆さん着目点がなんかさすがですね。すごいな、なんか衣装紹介始まってからもう結構経ちますけれども、皆さんの目の付けどころがもうねプロになってきましたね。きっとブランドさんも喜んでくださるかな。はい、そしてジェミカさんからの今日はアクセサリー、イヤリングのご提供ですね。これ左右であのパールがついてるんですけれども、パールが外側というデザインです。可愛らしいですね。このゴールドとパールの組み合わせ、私もとても大好きなので、いろんなアクセントになって嬉しいですね。はい、というわけでパル今日のお衣装をご紹介をしていきました。だんだんと秋めいてきている中で、こういったねお色ですとか素材感で皆さんも季節を表現してみてください。この後番組は22時からの再開です。